悲しい事件がまた起きた。子供を引きずり宙吊りにした。大声あげて子供を閉じ込める。刃物を見せて子供を脅す。外に漏れたら大変なことや、誰にも言うなと園長は言った。子供を守らず保育園を守る、こんな奴らが子供を見てる。老人ホームでも虐待が続く。裸で放置、頭を殴り、もっと厳しく国が取り締まれ、やりたい放題はわからない。誰かが止めなきゃ、みんなで止めなきゃ。弱い者が無抵抗で泣いている。